ファンデル・パーレの聖母子は初期フランドル派の画家ヤンファンエークが描いた絵画。大奥板に油彩で描かれた大きな作品で1434年の秋に制作依頼を受け1436年に完成した。この作品は依頼主の自身が所属する教会に対する献身と後に自身が埋葬されるブルフヘの聖ドナトゥス。 共同協会での母被祭団画としての使用を目的として制作依頼されたものと考えられている。複雑で精緻な空間描写、軍医表現がなされている作品で中東製の絨毯が描かれた幾多のルネサンス期の絵画の中でも白美と言える作品であり、後の装飾写本にも大きな影響を与えた作品である。絵画における仮想的空間描写を革新した作品で、 1432年にアニ・フーベルト・ファン・エイクと共作したヘントの祭壇画以降の作品においてヤン・ファン・エイクの徹底した写実主義が如実に現れている大作の一つだとみなされている。ブル・エ、出身の聖職者ヨリス・ファン・デル・パーレから自身の母子祭壇画用にとの依頼で制作された作品で正解話の構成で描かれた最初期の絵画作品の一つである。 アダムとイブの彫刻などで飾られた玉座に座り、幼児キリストを膝にした聖母マリアが描かれている。マリアが座る玉座に表現されているアダムとイブは、キリストの卓形並びに、キリストの復活の予兆であり、その他に、旧約聖書のエピソードも、画面中に表現されている。敬験な雰囲気の屋内でマリアは中央に位置し、その周りを小さく囲むように、右側に依頼出 描かれている二人の聖人の名前が、聖堂を模した画面最下部の円に、ラテン文字で刻まれている。聖オルギウスは、自身の前にひざまずいて描かれた、この絵画の依頼主たる立治虫祭ファンデル・パーレと、聖母に敬意を表して脱帽した姿で描かれている。白いサーアップリスを着用したファンデル・パーレが手に持ち、読み上げているのは自答書である。ファンデル・パーレの、 聖母子の依頼主である、ヨリス・ファンデル・パーレは1370年頃にブルッヘで生まれた。聖職者として、ローマ教皇の初期官を務め、経済的に成功して、故郷のブルッヘに戻ったのは1425年のことだった。そして、期間後すぐにブルッヘの聖ドナトゥス共同協会で、三次会員の聖職力を得ている。その後、1434年に病にかかったため、 三次会員の職務を果たすことが困難となった。それまでの功績を教会から認められ、より負担の軽い礼拝堂付きのチャプレーンの職を授けられたファンデル・パーレは、ファンデル・パーレの聖母子の制作をヤン・ファン・エークに依頼した。ファンデル・パーレの聖母子の一見すると額縁のように描かれた縁飾りの最下部には、この教会の三次会員、ヨリス・ファンデル・パーレがこの作品を ヤンファンエークに描かせた。1434年から2回にわたりチャプレンの職を務めた。彼が完成させたのは1436年のことだったという検事がある。ファンデル・パーレの聖母子が聖ドナトゥス共同協会に検納されたのは、完成直後の1436年か、ファンデル・パーレが死去した1443年かのどちらかである。その後、 建物が解体された1779年まで、セイドナトゥス共同協会が所有していた。この作品が飾られていた場所として、最も可能性が高いのは、教会振動の壁である。これは、この振動から続く聖ペトロと聖パウロの祭壇が、ファンデルパーレとその一族の記念ミサの時に、使用されていた場所だったためとされる。ファンデルパーレの、 聖母子が聖ドナトゥス共同協会の主祭団に置かれたのは1566年のイコノクラスム後のことだった。最小ロランの聖母、ヤンファン・エークルーブル美術館、ファンデル・パーレの聖母子と同じく最小ロランの聖母も依頼種で画面右側に描かれているニコラ・ロランのための母筆祭壇画として制作され、ロランの埋葬地に予定されていた。 オータンの教会ノートルダム・ド・シャステルに建納された。この作品でヤン・ファン・エイクは、それまでの中央、北ヨーロッパで描かれていた、母子祭壇画の伝統的な様式を完全に無視している。正確な金星部や、それまでの正解和構成で描かれた絵画の、典型的なキリスト教的描写などは放棄されており、多彩な演出と徹底的なまでの写実主義でこの作品を仕上げた。 しかしながら、多くの演出は、特に旧約、新約両方の聖書を象徴する、玉座手すりに彫刻された人物像に顕著で、一見するだけでは、画面左から連想される、キリスト卓形と、画面右から連想される、キリスト復活しか見当たらない仕掛けになっている。この作品には、全体的に彫刻のような立体描写が見られ、玉座、窓、アーチなどは、 ロマネスク建築の様式を模して描かれている。ヤン・ファン・エークが1435年頃に描いた最小ロランの聖母と同じくファンデル・パーレの聖母子でも聖なる存在と海外来種との親密な精神的交流が表現されている。美術史家ジェフリー・スミスは聖族を隔てる精神的な壁が絵画表現によって取り払われ聖母子に認められている依頼主は この絵画によって永遠の存在となったとしている。さらにこの親密さは、イライシュタルファンデルパーレに投げかけられたセイゲオルギウスの影や、セイゲオルギウスがファンデルパーレを聖母に紹介しようとしたときに、思わずファンデルパーレが着ているサープリスを右足で踏んでしまった様子などの詳細表現によっても強調されている。しかしながら、このような精神的、距離的近さが見られるが、 初期フランドル派の絵画の例に漏れず、ファンデル・パー,アーレは、成人のような理想化された外観ではなく、世俗の社会性、精神性を持つ人物として描かれている。ヤン・ファン・エイクは、人物、織物の質感、部屋や窓など建築物の絵画表現に高い、写実性を持ち込んだ画家である。しかしながら、この作品の構成、内容は、依頼主を持ち上げるようなものとなっている。 教会の一角を再現したかのような室内には、通常であれば祭壇画が置かれるはずの場所に、聖母マリアが描かれている。この作品で、ヤンファンエイクは、当時の慣例通りに、マリアを、祭壇、キリストを生体と生産の象徴として描き出している。これは、初期フランドル派でよく見られる手法であり、祭壇画を、ミサの天礼に見立てているのである。ファンデル・パーレの聖母子は、 木工師祈りを捧げていた依頼主、ヨリス・ファンデル・パーレが一息つき今読んだ一節を振り返ろうとメガネを祈祷書に置いた瞬間を捉えている。そしてファンデル・パーレの祈りに応えて聖母子と二人の聖人が具現化する様子が描かれた絵画となっている。教会の聖母子ヤンファンエーク絵画館ヤンファンエークが描いた理想化された聖母、 マリアの典型例とみなされている作品である。美術史家ティル・ホルガー・ボルヘルトは、教会にいるのは、聖母ではなく、教会における聖母の象徴であるとしている。ヤンファン・エイクは、聖地に表現され、禁断で校舎に飾られた天外を背景にして、聖母子を描いた。聖ドナトゥスは左側に配されているが、これは、文章学では優位となる位置であり、ブル、エ 聖堂三次会の守護聖人という重要な立場が反映されている。右側には甲冑に身を固めた聖ゲオルギウスが立っている。右手でカブトを持ち上げ、左手はファンデルパーレを聖母子に引き合わせようとしている。祈祷書とメガネを手にしたファンデルパーレはひざまずき、放心した表情でまっすぐ前を向いた、やや混乱しているかのように描かれている。 美術史家、ブレッド・ロス・スタインによれば、ファンデル・パーレが、このような当惑した状態で描かれているのは、意図的なものであり、現実世界から切り離されたファンデル・パーレが、精神世界が、具現化した完全の光景に完全に心を奪われていることを意味している。さらに、人間の過敏性を象徴するメガネが、この心象をより強化する衝動具となっている。ヤンファンエークの油彩を扱う。 優れた技術が、その高い写実性や詳細表現を描き上げる、筆使いに見ることができる。詳細表現は、セイドナトゥスが着用しているコープと波打つ中等性の絨毯の質感描写、そしてファンデル・パーレの顔の武将髭や血管の描写に顕著である。マリアのローブには刺繍されたラテン語文章があり、同じくヤンファンエークの教会の 聖母子のマリアのローブの裾に記されたラテン語文章を連想させる。ファンデル・パーレの聖母子には知恵の書の一節、知恵は太陽よりも美しく、すべての星座にまざり、光よりもはるかに輝かしい、が記されている。ドレスデンの祭壇画、または聖母の三連祭壇画、ヤンファンエークアルテマイスター絵画観光の三連祭壇画にも、 依頼主が左翼に描かれているが、ファンデル・パーレの聖母子に比べるとはるかに壮麗な表現となっている。聖母子が座る玉座には、旧約聖書の登場人物の彫刻が多く、配されている。その中で最も重要なのは、手すり上部にあしらわれたアダムとイブのレリーフで、その他にも、キリストの生涯の予兆とされる、旧約聖書のエピソードが見られる。1434年の作品。 アルノルフィーニフサイゾーと同様に、この作品でも、ヤンファンエイクは、光の反射表現に革新を起こした。セイゲオルギウスの兜には映り込む、聖母子が描かれており、さらにセイゲオルギウスの甲冑の関節部分に、取り付けられた、小さな丸立ての反射表現に、ヤンファンエイクの高い技術を見ることができる。赤いターバンを巻き、イーゼルのそばに立つヤンファンエイクの自画像も描かれており、 ロンドンのナショナルギャラリーが所蔵する自画像ではないかとされているターバンの男の肖像とよく似ている。ファンデル・パーレの聖母子はオリジナルのパネルからカンバスに移植された受体告知などとは異なり、現在もオリジナルの多くパネルの状態を保っている。パネルの周囲にはラテン語の拳字があり、聖ドナトゥスには神の栄光を満喫した、聖ゲオルギウスには 死に打ち勝ったという記述が、それぞれなされている。さらに、パネル上部には、地位の書からの引用で、聖母マリアを一点の曇りもない鏡に例えている。ファンデル・パーレの聖母誌は、1794年に始まった、フランス軍の北ネーデルラント侵攻によって略奪され、ルーブル美術館へと収蔵された、ネーデルラント絵画、フランドル絵画をはじめとするおびただしい数の美術品の、 一つである。この時の略奪美術品で、初期フランドル派の作品としては、ファンエーク兄弟のヘントの祭壇画の中央パネル、ハンスメムリンクのモレールの三連祭壇画、ヘラルトダビトのカンビュセスの審判などがあった。そして、1816年になってから、ファンデル・パーレの聖母子を含む多くの美術品がブルッヘに変換されている。しかしながら、後に、 この変換は美術品の管理権と所有権をめぐるフランスとオランダ間の論争に巻き込まれる結果となった。ファンデル・パーでの聖母子が最初にヤン・ファン・エークの作品であると判定されたのは1847年のことでドイツ人美術家グスタフ・フリードリ・ヒワーゲンによるものだった。その当時はそれまで何世紀にもわたって忘れられた存在だった。 ヤンファンエークを含む初期フランドル派の絵画が見直されつつあり、わずかに残る画家や作品に関する歴史的文章をもとにした研究が行われていた時期でもあった。ワーゲンは作者の童貞の根拠をフレームの展事に求め、さらに極めて写実的な作風と油彩をぼかす高い技術からヤンファンエークの作品ではないかと判断した。しかしながら、ワーゲンは フレームの拳字を完全に解析してはおらず、神の栄光を満喫したというセイドナトゥスの拳字を満喫することはできなかったと解読している。ワーゲンも当時の他の美術史家と同様に、より抑制された簡素なメムリンクの作風を評価する傾向にあり、ファンデル・パーレの聖母誌については、稀に見るほどにミニキー聖母マリアを見つけたとする。一方で、聖ゲオルギウスについて断じて、 聖なる存在ではないという評価をしている。